オリコンスタイルをご覧の皆さん、どうも三浦大知です。そうですね、まあ、まずあのドラマの話をいただいていたので、まあ、そこにしっかりこう、まあ、書き下ろしじゃないですけど、そこに合わせて、まあ、書けたらいいなっていうふうに思ってて、でその中で、まあ、ドラマが持っているこう、まあ、スリリングなこう部分とこうシリアスな部分と、まあ、ちょっとこう緊張感というかみたいなところプラス、僕がなんかこう今年はなんかこうポジティブにいきたいなっていうのがすごく自分の中のテーマとして一個あるので、その中にすごくポジティブなメッセージを込めて作っていただけたらっていうことで、まあ、なおさんにオファーをさせていただいてっていうところから、はい、始まったかなと。なんか結構その楽曲もそうだし、ジャケ写とかもそうなんですけど、楽曲も今はなんかこうデジタルで作ってはいますけど、もうほとんどこうプレイしてるっていうか、なんかパソコンで打ち込んでとかっていうよりかは、もうギターはだったらギター弾いて撮ってるし、ピアノだったらピアノ弾いてるし、ドラムだったらこうなんか叩いて撮ってるし、なんかすごくデジタルとアナログの融合みたいなのがすごくあると思うんですけど、このジャケ写も撮った写真の上に本当にガラスの破片と花を置いて、それをもう一回撮ってるっていう、で間にアナログが一回挟まってるんですけど、今っぽいなというふうにもすごく思いますし、なんかそこにアナログなことがこう入ってくることによって、なんかちょっとこう人間味というか、はい、結構その休む時も、まあ、そういう変声期の時にあんまり歌いすぎると、まあ、喉が枯れてしまうっていうか、これ今後歌うためにまあ、喉を休めるためにも今はちょっと一旦休んどこうみたいな形だったので、まあ、歌うための休みみたいなところが自分の中ではあって、なんか心置きなくじゃあ今は休んどこうみたいな感じだったし、あとなんかその小学校の時からまあ活動させていただいてたので、変な話、中学時代がなんかやっと普通の学校生活って言ったら変ですけどだったんですよ。なのでそれが逆にすごく嬉しかったのもありましたね。グループだと喋んなくてよかったっていうのがありましたね。どういうことインタビュー中いや、てかなんか トーク担当じゃなかったんだよ僕。本当にもう本当歌って踊るだけみたいな。あとはまあフォルダーっていうなんかチーム名の由来だけを喋る担当。ソロになった時に、うん、それこそコメントとかあるじゃないですか。こんな難しいんだと思って、いやなんか他のメンバーすごかったなと思いますこれは大変だなと思って、またスタッフの方がいやなんかちょっとだけ変えるだけでいいんでとか言って言うんですよ。20本分とか、そのなんか20種類もなんかちょっとずつ変える方が難しくないですか、ね、ちょっとずつ変える方がみたいなことをやっぱソロで、まあ、今でもやっぱ難しいのに、やっぱソロで一人で出た時はもうなんか固まっちゃってなんかどうしようみたいな、ちょっと変えるって何ですかねみたいな、はい、やっぱ当時のなんていうの、僕が小学校3年生で小6とかだと相当違うじゃないですか、うん、でもまあなんかいじられてはいたと思いますよ、うん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 、みたいな、なんかロッカーに閉じ込めてみたいな、とかそういうのはあったと思うんですけど、はい、私なんかああいうなんていうんですか、仲間がいるっていうのは、うん、なかなかね、しようと思ってもできない経験だと思うんで、うん、ありがたいなと思いますし、うん、もう本当に光とかね、やっぱこうすごいね、すごいと思うんで、やっぱいつもなんか勇気をもらいますね。ありますよ、うん、はい、なんかちょろっとは、まあライブ見に来てくれたりするし、うん、でもなんか会うと会うでなんか褒め方がなんかちょっと分かんないじゃないですけど、なんかなんていうんですか、まあ昔からそういうこう仲間のだけに、なんかちょっと恥ずかしいみたいなとこありまして、光はなんか結構いやすっごい良かったとかいつも言ってくれてました、ね、でもなんか年明けにまあその明けましておめでとうみたいなメールとかはして、まあなんかまたなんかご飯でも食べ行けたらいいねみたいなのはやり取りしましたけど、まあ、一個の目標ですよね、光が主演のドラマで自分が主題歌とかも、うんうん、そういうのはなんか実現できたらいい。